どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は、成功率だいたい8割ぐらいかなの、まあ教えたくないけど決定率の高いフリーキック講座ということで、今回ね動画上げていきたいと思います。でどのようなフリーキックかというと、まず成功例、試合のね成功例をまず流しますので、こちらをご覧ください。どうぞ。こんな感じでですね、隣の、第2キッカーかな、第3キッカーかな、どっちか分かんないですが、にボールを渡してコントロールシュートを打つというコントロールとフリーキックの方法です。で、このフリーキック決まる相手としては、ウィーケンドリーグのレベルでいうと、ブロンズ、シルバー、ゴールド帯ぐらいまでは効くと思います。で、このフリーキックが効かない相手としては、マニュアルキーパーをしっかりしてくる相手と、まあ、このフリーキックを知っている相手、この、そういうね、プレイヤーにはなかなか効かないかと思いますが、でも普通にね、フリーキック打つよりかは成功率高いと思いますので、ぜひやってみてください。では、やり方説明します。まず、打ちたい選手。例えば、打ちたい選手っていうのは、チョンってボールを渡して、最終的にシュートを打つ選手。なので、コントロールシュートを持っている選手ではない選手をキッカーとして選びます。フリーキックもらったらね、R2 を押したら、キッカー選べると思うので、そして、L2 と R1 を押して、第2キッカー、第3キッカーを呼びます。そして、赤いカーソルが出ている選手の真反対にいる選手に、これだと左スティックを倒しながら×を押すと、この選手にちょんとボールを渡すので、ここでワントラップもしくはダイレクトでも構いません。この場合だと右の選手にボールを渡して打つと、ワントラップでもダイレクトでも構いませんが、この場合だと左の選手に渡してワントラップで打つと。でコントロールシュート、ふなしオフェンス講座の方を上げております。そちらのコントロールシュートが入るシュートレンジっていうのを まず把握する。でどの選手が第2キッカーに来るかっていうのは、とりあえず1試合ね、やってフリーキックもらってから分かると思います。でこのフリーキックが1回目ね、まず1回目はこれやってみるべきだと思います。でこのフリーキック対処してくる相手とかだと、四角×でね走らせて×でパス出して打つ、まあ、あれを入れるとこれで何してくるかっていうのが少しねフェイクになるので、そのフリーキック使うのもいいですし、で1本目にこのフリーキックチョンって出してコントロールシュート、このフリーキック1本目にやって、もし2本目同じところでもらえた場合、第1キッカー第2キッカーを出してあえて直接打つと、これもねいいと思います。で直接打つ時のコツとしては、壁の一番左の選手と2番目の選手の間、ちょうど顔と顔の間のところに打つようなイメージでやると、うまくいけばね、いいところに飛べば入ると思います。ではおさらいしましょう。まず打ちたい選手ではない選手にキッカーを選択する。そして L2、R1 を押して第2キッカー、第3キッカーを呼んで、この場合ですと右の選手。
右の選手にちょんってパスを出して×ですね、ボタンは×ボタンです。×ボタンを押して左の選手に×ボタンで左スティックは左に倒して左の選手に渡す。この場合左の選手出せたっけな、左の選手出せないので、でこっち側の場合だと、まあ、左の選手しかいないですね。左の選手に出してコントロールシュートを打つと、これかなり決まります。ふなし今のところ3本ぐらいかな、このシュートをやろうと思ってからフリーキック3本ぐらいいいところでこういう位置でもらって2本普通に決めてます。で1本決まらなかったのはマニュアルキーパー、マニュキーで対処してきた相手にだけ決まってない、マニュキーしない相手にはほぼ 100% でね今のところ決まってるので、ぜひ皆さんこのフリーキックやってみてください。でやってくるなと思ったらマニュキーしてください。止める方法がほとんどないので。では今回高確率で決まるフリーキック、ぜひ皆さん試してみてください。では今回の動画はこの辺で、またね。